それでは、第2章に入ってまいりましょう。旅行業等の定義というところで、ここちょっとボリュームあるんですね。それからちょっとわかりにくいような事柄も出てまいりますので、じっくりとね、お聞きください。それとここに出てくるのは定義ですから、この後の各章、ずっとやっぱり通してね、大切なものになってきます。つまり、第1章の目的と合わせて、この第2章の定義。 旅行業法全般を流れる大事な基礎的な部分ということになりますね。はい。それでは早速内容を見てまいりましょう。10ページです。まず私さっきから旅行業とかね、言っておりますけれども、旅行業、旅行業者、代理業、企画旅行、手配旅行。この4つは特にこの後何回も出てくるね、重要な用語になりますので、 しっかりとその定義を覚えておきましょう。この下のところにね、問題の所在とありまして、A さん B さん、例が出てますけれどもね、これが旅行業というものに当たるか当たらないかという判断ですね。そんなような問題もね、しばしば出てくるんですけれども、一応ね、約束事がございまして、次の11ページなんですけれども、旅行業とは一体どういうものであるかと。 いうことがまずね、しっかりとこの定義を把握しておくことが大切です。この旅行業が旅行業であるためにはですね、三つの要件がございます。一つは、報酬を得ているということですね。二つ目、一定の行為を行っている。そして三つ目に、それを事業として行っていると。この三つの要件、これがすべて 満たされていれば、それは旅行業ということになります。ドルか一つが欠けていれば、この法律でいうところの旅行業には該当しません。この3つをですね、一つ一つ見ていきたいと思います。その下ですけれども、まず報酬。報酬はまあいいですよね。儲けです、一言で言えばね。商売としてやってるわけですから、儲けを。 得るということが、やっぱり第一の目標です。実際黒字でなくてもいいんですよ。赤字かもしれません。けれども儲けを売るということが大切になります。ここでまず新しい用語も出てきてます。運送、宿泊期間などまあ、その他にも旅行でいろんな機関を使います。お弁当屋さんとかお寺神社、拝観したりね。遊園地などもあります。それらの期間のことを全部含めまして。 旅行サービス提供者もしくは旅行サービス提供機関というふうに言います。旅行中に有料でいろんなサービスを受けられる。それが旅行サービスですね。それの提供する機関。ここのことをまとめてこう読んでるということです。言葉もよく出てまいりますので、把握をしておいてください。12ページに参ります。これが一番ね、大切なんですけどもね。 一定の行為です。一定の行為をしているというのは、ここではですね、具体的に言えば、旅行業務ということになります。報酬を得て旅行業務をしていて、事業としてやっていれば、旅行業者ということですね。これで終われれば簡単ですが、そうはいかないんですね。じゃあ今度は、ね、旅行業務って何だという話になってまいります。ここから少し全問答みたいなところもだんだん出てくるんですけれども、 まずですね、旅行業務としまして、この企画旅行を実施する、手配旅行を実施するという革新的な業務があります。今の段階では、旅行を実施すると捉えていただいてくれればここです。後でこの下で解説をします。で、旅行本体などに付随しまして、運送宿泊以外のサービスもいろいろ出てくるわけですね。 これはまあ、さっき言いましたね、レストランもありますし、遊園地もありますし、お寺神社、団体ですとね、写真屋さんなんかもありますし、ガイドさんがつくということもあります。そういった付随的に生ずる旅行のサービスもございます。さらには4番目のように、旅券の代行申請などもございます。こういったことが全部含めて旅行業務というものになるということですね。 旅行業務を行っていれば旅行業だということで、まずはその辺で捉えておいてください。で、今出てきました企画旅行、それから手配旅行なんですけれども、ちょっとこの概念をお話ししておきます。これは特に第2巻の旅行業約巻のところで大変重要に、もっと突っ込んで細かく見ていくわけなんですけれどもね。旅行業法におきましても、 しっかりこの旅行の性格というのを把握しておく必要があります。この後も出てきます。まず、企画旅行なんですが、企画旅行というものは、旅行業者が旅行の計画を作成し、事故の計算において、これは、要するにいろんなことを費用も含めて旅行代金を自分で決めるということです。そうやって実施する旅行であるということですね。大事なポイントは、 旅行業者が旅行の計画を作るということです。で、この企画旅行には2種類ありまして、この下、募集型企画旅行というものと、受注型企画旅行というもの、この2つがあります。募集型が一番皆さんにわかりやすい、ポピュラーなものです。いわゆるパッケージツアーとか、パック旅行とか、ただ単にツアーと呼んだりもしますけれどもね、ウェブやパンフレットや、いろいろできますね。テレビでもやってます。 いわゆるツアーですあちらがですね一番ポピュラーなものですね参加者を不特定多数の消費者の中から募集して実施する旅行これが募集型企画旅行ですもう一つのね受注型というのはちょっとイメージ湧きづらいかもしれませんがおそらく皆さんみんな体験してると思うんですね社員旅行親睦旅行その他代表的なものには修学旅行がありますこれはどういう旅行かと言いますと 最初にまず旅行者ありきなんですね。そこが募集型と違うところ。募集型ツアーというのは、まだ旅行者の顔が見えません。募集してみて初めてわかる。顔が見えるということですね。ところが受注型は最初から旅行者がいて、その旅行者の依頼を受けて、企画を旅行業者が作ると。こういう旅行です。わ分かりでしょうか。募集して旅行者を集めて初めて実施されるのが募集型企画旅行。 受注型は、どっかの高校の校長先生から、今年の修学旅行は北海道だというふうにね、頼まれて企画を作る。それが受注型の企画旅行ということになります。大事なのはこっちなんですけどもね、受注型というものもあるということを捉えておいてください。それから、定配旅行の方は、これはもう切符1枚から海外旅行まで、いわゆる個人旅行ですね。 これは旅行者がもうあらかじめ予定を立てて、その旅行者の予定、委託に沿って手配をするということで、ここでは全然企画性はありません。旅行業者は企画を作ることがありません。また出てきますが、一応ね、企画旅行、手配旅行、こういうものであるということを捉えておいてください。13ページです。つまりのところからですけれどもね。今、 で、お分かりの通り、一定の行為というのは、旅行業者が旅行者と旅行サービス提供者との間に立って、いろんな旅行サービスの手配を受けられるように予約手配を行う行為ということが言えます。で、これを旅行業務というふうに呼ぶわけですね。図で整理してみますとね、こういうことになりますね。旅行者。 旅行に行きたい旅行者は旅行業者に頼んで。で、旅行業者がその手配を引き受けて、いろんな旅行サービス、予約手配を行う。こうやってね、間に立って旅行者と旅行サービス提供業者を結びつけてるということになりますね。この逆も言えます。旅館のためにですね、ここでお客様を集めて、そして旅館に送客をする。 旅行者のため、あるいは旅行サービス提供業者のため、代理をして、仕事を行っているのが旅行業者ということになります。それが、この下の参照条文にあるんですけどね。これは読んでもちょっと頭痛くなる文章なので、今あんまりね、読まなくてもいいですけど、概念としてはここまでのお話をね、捉えておいてください。14ページです。事業というのは、 いわゆる商売としてやってるということですね。報酬を得て一定の行為、旅行業務を行い、事業として行っているものが旅行業であるということです。この一定の行為というのがすごい大切。ここからさらにややこしい、ちょっと全問道に入ります。試験ではよく旅行業に該当する行為、該当しない行為がこういう具体例で出てくるんですね。 これがまた時にはとひねり2ひねりやったりして分かりづらいものがあります。ここに掲げてあるような具体例で1つ覚えてください。まずですね、運送や宿泊の手配をしているとまあ旅行業務だということでしたが例外としましてこのように運送機関の切符を販売しているだけもっぱらそれだけを行っている場合には例外としまして旅行業務に当たりません。これはもう簡単なね仕事ですし。 旅行者にとってもサービス拡大になる利便の増進につながるわけですから問題ありません。それから運送宿泊以外のサービスの手配。運送宿泊がこれは基本的な旅行業務でございまして、これ重要なんですけども、それだけをやってるのであれば、それも旅行業務には該当しません。さらに三つ目、四つ目なんですけれども、これ非常に誤解しやすいんですが、宿泊施設や バス会社が自らの施設やバスを使って宿泊プランや日帰りバスツアーなどをやっている場合。これはですね、誰の代理もしてません。旅行業ってのは誰かの代理をするという仕事でした。これは自らの直接の行為になりますので、これは旅行業務に該当しないんですね。こういう形の具体的な問題もよく出ます。あと、手配代行者。 天井員派遣会社。これ代行者というのは、一言で言えば下請けです。旅行業者の下請け。この二つは、どちらも旅行者と直接の取引を行いません。前のページのね、図にありましたけれども、旅行業者は旅行者と直接の取引を行っておりますので、直接の取引を行わなければ、それは旅行業に当たらないということになります。15ページです。 旅行業者代理業者という存在がございまして、これちょっとね、分かりにくいところもあるんですが、登録制度第3章でまた触れます。こちらもね、下請けです。旅行業者の下請けとして業務をやっているものですね。これどんな業界にもね、建設だとか製造業とかね、下請け、孫請けってのがありますね。それと同じ存在だと考えてください。旅行業者の下請けとして、 旅行者と取引を行うものということになります。後の方の章でもまた代理業のことは出てきますので、順々に学習をしてまいりましょう。もう一つですね、これも旅行業者の仲間なんですけれども、旅行サービス手配業という存在がございます。これはどういうものかというと、左のページにありました手配代行者の一種なんですけれどもね、 本来であれば旅行業者が直接ね予約手配を行うわけです。ところが仕事がいっぱいいっぱいで忙しいとき時はこの旅行サービス手配業者の方に依頼をすることがあるということですね。そのものが代わりに下請けとなって予約手配を行うということです。これはまた改めて64ページの14章でお話をいたします。こういう存在があると。代理業者、手配業者のような 仲間の存在があるということをここでは捉えておいてください。以上、いろいろ見てまいりました。わかりづらいものもあったと思いますが、この後の各章にも関わってくるところですので、また振り返り振り返りここへ戻ってね、ぜひどういう定義であったかを復習なされてください。